ナディファ・モハメドは、ソマリア出身、イギリスの小説家。ソマリランドのハルゲーサ出身。父親は、商船の乗組員。母親は、宿の主人をしていた。1986年、家族と共に、イギリスへ旅行に出ていたが、ソマリア内戦勃発に伴いそのまま、イギリスに定住せざるを得なくなる。後に、オックスフォード大学に入学。 歴史と政治学を専攻する。2008年、内戦後初めて、ハルゲーサを訪れた。2009年、1930年代、40年代の、アデン保護領時代のイエメンを舞台に、父親の半生を綴った、ブラックマンバボーイでデビュー。小説を通して、もっと自身のルーツを探求するとともに、より多くの人に、ソマリアの歴史と美しい話を知ってもらおうと、決めたんです。 と語っている。この小説は、イギリス国内のみならず、遠く離れた韓国など海外でも高い評価を得た。2010年度のベティトラスク賞、ガーディアン新人賞、ディラン・トマス賞、ジョン・ルウェリン・リース賞を受賞したほか、オレンジ賞のフィクション部門にも候補として上がった。2013年には、第2作となる、ソマリア内戦前夜を描いた小説、 カジュエンの失われた心をサイモンシュスターより発表。インデペンデント死にでブラックマンバ防用父と息子の物語とするなら、カジュエンの失われた心は本質的に母と娘の物語である。と評された。2013年12月第23回ドーハ国際ブックフェアとともにカタールで開催された文芸翻訳サミットに参加。 ヘイ、hey! フェスティバルのアフリカ39ではソマリア代表として出席。ありがとうございます。